緒です。師匠ですね。大事ですよ、やっぱり。親方、優しいっすよね。優しいっす。絶対誰でも割れないことを見たことあるとか、飲み屋に入ったら、隣同士で座ってて、はいはいはい、もうこんな師匠いないだろうなって。開放関が、はい、知ってるじゃないですか。あ、もちろんです、もちろん。開放関で、一応開放関の付き人やってて。あ、開放関、僕は当たったことあるっす。あ、本当ですか。海洋関に僕はすごい重い場所で当たったんです。新十両の4勝7敗で海洋関に当たったんですよ、はいはい、で顔にもうボコーンって張られて、で刺しに来て、で捕まえて勝ったんです、はいはいはい、でなんかそれ針がすごく痛かったけど、はい、なんか目覚めるような針でしたし、でそれから4連勝した。あ、すごい。で、次の場優勝したんですよ。すごい。あれ、ハリはもう一回やってほしいわ。あれ、ハリは僕の中にはすごく、なんていう、響いたなって思って、今まで忘れられないです。多分、会話でも絶対覚えてないんですけど。もしかしたらそれがなければ落ちてたかもしれない。長ったら落ちてたでしょ。そうですね。わかんないですね。ありがとうございます。もうやらないでください。すごい優しかったですね、やっぱり。こう、体がめちゃくちゃちっちゃかったじゃないですか。気持ちが強かった。やばかったですね、めっちゃ強かった。あとメンテナンスがすごかったです。体作りがすごかったです。そういうのをやっぱりこう見てるし教えてもらったりもしたんで、めちゃめちゃ勉強になりましたね。やっぱめっちゃかっこよかったですね。着物とかめちゃかっこよかったですよね。あの体つきやばいでしょ。やばいです。体はムキムキで、はい、ちょっと言い過ぎかもわからないですけど、はい、ちっちゃい一応の富士山みたいな。そうですね。すごかったですよね。そうですよね。あの体で小結まで行ったんすからね。そうです、そうです。小結まで行ったんすよね。石野さんも首怪我してもあんま治る、未だに治ってないんで。あ、そうなんです。そうなんです。今多分全然なんかあのね、この右はこうやってこう、確かです。左はもう全然筋肉、あ、すっげえ。全然それしか筋肉あれ上がらないです。そう左腕に全然力入んなくなっちゃって片腕のダンベルを50キロでやってたんですけど、うん、もう3キロも出なくなっちゃって大変だ。もうちょっと早めに話せたらね、無理するなって言えたけどね。辞める間際なんかもうやっぱり悔しくなくなってきたりしましたもんね。そうなんです、そうなんです。なんかちょっと怪我始めた時に悔しいで、もう辞めるって言って、うん、そういう悔しかったら辞められないって言われて、確か辞められなかったです。でも最後はまあこうやって喋るのが好きだから、はいはい、負けても普通に喋って、もう普通に笑ってたら、あ、やめるなって言われて、本当にすぐやめたから。やっぱ詳しくないと、うんうん、もうどんな仕事もそうじゃないですか。確かに、ね、確かに、そうそう。緊張することと詳しいこと大事なんです。うん、そう緊張、みんな緊張するから勝てないとか、それ緊張は何より大事なんです。そう、何年ぐらい質問を15年ぐらいやってましたね。結局、その24の時にまあ筆頭まで行ったじゃないですか。はい、怪我が治ったら絶対上がれると思ってたんで、ああ、でそれでやっぱり治療とか一生懸命やってこうやってましたけど、結局治んなくて、うん、で最後膝怪我して、まあ、もうこれダメだなっていうんでやめちゃいましたけどね。それは29とかかな、確か。で一応なんか28ぐらいでその首の手術をしたんですよ。でこう治るかなと思ってやってたら膝やっちゃったっていう。多分言われたことあるでしょ、先生から。言われたこと、これ同じことになったらもう動けないかもしれないとか。それでもぶちかましてですよね。その時は聞かないからね。そう絶対先生は言われることは絶対聞かないから。で聞かないで部屋に戻ると親方に大丈夫って言われて言うからね。相撲取りたいから。そうだから今の仕事はある。そうです。うちのその師匠があの現役中から見てもらってた、その針の先生がいたんですよ、はい、でその人の影響で僕もこういう感じで相撲取りは、はい、ちゃんこ屋行くの思いが多いじゃないですか。でも意外に治療に行く人たちも、はい、結構多いんですよね。そう最近本当多くなってきましたね。多くなってましたですね。ここ何年ぐらいになりますか。今7年目に入りましたね。結構免許とか、ね、一応あの僕はあのハリキューと、はい、あのアンマシアツマッサージ師持ってるんですけど、その学校に3年通う感じです。ああ、そうなんです、ね、それでそこからこう国家試験を通って、で初めてこう、うん、一
人に針打ったりとか、うん、まあ、あれ結構誰でも打っていいわけじゃない、まあ、お相撲さんだったら誰でも打ってもいいんだから、もう、あ、でも実験まで届かないからね、そう、あれ油で止まるから大丈夫なんだよ、あれお相撲さんだったらね、あれをだって俺も打てたよ、こうやって自分の足にこうやって、あ、そうそうそう、打てるのは打てるけど、打てる打てるよ、全然わかんないから、あ、ここちょっとなんかあれだなと思って、そうそう、いろんな知ってる先生にお願いしてちょっともらってさ、そう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 、自分で やるよ、自分の体だからセーフ、あ、そう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 、人にはやってないですけど、お相撲さんいくらさせてもあれ大丈夫だよ、もう油まで届かないそう、ちょっとコロナになってからはちょっと行けてないんですけど、うん、月2回ぐらいは行けてたんですか。そうですね、で八角部屋でみんな喜んでたじゃないですか、ただでボン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 、まあ一応力士にはあの針しかやらなかったんですけど、ああそうなんですか。そうですね、でもあれ針は結構いいですね、いいです ねでも結局あれ力じゃないんですよね。そうですね、ほんと押すポイントポイントですよね、ポイントそう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 、うん、詳しいですね、そうめっちゃ詳しいですよでもほんとメンテナンスめっちゃやってたんですか、やっぱメンテナンス、やってました、やってました、あ、やっぱ一場所でだって僕大体20万ぐらい使ってました。すごいな、使ってましたですよ。なんかイメージなんですけど、うん、こうあんまりこう酒飲む人飲まないしかと思うじゃないですかまあ確か飲み代の方が高かったけどそう1万5000円払ってたし、すごいな。 それ呼んでやってたの？呼んでやって、呼んでもらってたし、行きたいのにそう、関取衆とかってやっぱりこうあんまりメンテナンスやってるイメージがなくて、なんかこう怪我しない体を持ってるみたいなイメージがあったんですよね。いや、まあ、そっかは頑丈さはやっぱり関取にはあるんですけど、今日あれ継承期でもらった10万の中に自分の体のためにもいいことしたいって言って、うん、1万5000円は治療代で8万5000円はあそこの飲み代っていうような感じだよ。大体そんなもんですよ。吉祥寺は地元？地元じゃないですね。地元じゃないですか。自分でこう開業するためにこう物件探したらたまたまそのいいとこ、まあいいとこっていうか、いいところですよ、うん、この辺だったら僕はまた、はい、紹介できますよ。ありがとうございます。吉祥寺の皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ですか、後で住所 LINE で送りますから。1万5000円だったのってやっぱり師匠です。師匠ですね、やっぱ親父ですね。やっぱり親方優しいですよね。優しいです。絶対誰でもあれないことを見たことあるとか、なかなか見えないのは、はい、親方師匠座って弟子同じお酒の席に座るのは見たことあるんですか？ないですよ、ね、ないです。で、飲み屋に入ったら八角理事長と沖の海さん隣同士で座ってて、はいはいはい、こんな師匠いないだろうなと、ね、飲みに師匠と弟子行くのはなかなかいないですよね。でもうちの師匠は、まあ、北の藤方もそうなんですけど、やっぱその自分の弟子と飲むのが一番楽しいって言ってましたね。だから僕らもその親方交えて飲ませていただくときに同じ席でこう飲んでワイワイやってましたけどね、うん、あんまり聞かないですよね。あんまり聞かないですね。そうです。弟子が、いや、そう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 、緊張するから、そうそうそう、汗かきながら酒飲まないといけないみたいな感じだからね。そうそうそう、楽しめないんですけどね。やっぱりすごいなと思うと、ね、そうですね。八角城の面倒見もいいですよね。めちゃめちゃいい。弟子の面倒見はね、そうそう、僕も辞めてから普通はこう部屋出てくじゃないですか、はい、それなのにこう部屋に置いてもらって、うん、あ、家賃払わずに、家賃払わずに、で飯も食わしてもらえるじゃないですか、うん、で専門学校通ってました。あ、そこで部屋に、部屋から通ってたって、部屋にあのあれ個室もらって、あ、本当に世話になりました。本当に結婚されております？結婚はしてません。してません。もう独身貴族で、そうですね、男前なのに、その教会のこの男前いたかなと思うぐらい。いやいやいや、さっき入ってきた瞬間にちょっと部屋間違ったじゃないかと思って閉めようと思ったんですけど、いや、もうあのここやっていくのにあの必死ですよ、もう本当に。もうちょっと余裕ができたらちょっと考えようかなと思いますけど。吉祥寺の皆さんも応援に来てくださいよ、はい、よろしくお願いします。それのおかげでもう一人家族を作れるらしいんで、そうですね、はい、ぜひ、そう、吉祥寺にかかっておりますのではい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 、でも結構行きましたよ。だからバンコクとか韓国も行ったし、みんなで、みんなで行きました。本当普通に遊ぶって感じですね。そうですね。それとの私服ですよね。私服です ね。そうそうそう。向こうに着いたらもうお相撲さんじゃないから。各部屋にお金貯金して、そう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 、ね、一場所の例えば若い人だったら一人3000円とか5000円ぐらい集めさせて。そう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 、
で足りない分を親方出したりとかそういうのするんから、はいはい、でセクトリアもちょっと多めに出させて、年会1回ぐらいみんなでいい思い、はい、でそのたまったお金で海外に行く部屋もあるし、どこ行かれたんですか。それこそハワイ2回とグアムと。何年ぐらいお金貯めたんですか。でも あれですよ、何年かに1回とかですよ。あ、15年の間ですけど。あ、そうそう、びっくりしました。1年で毎日はどんだけお金貯めてたの。それはないです。お尻とかに打つんで。ああ、結構いや怖いです。信じるか信じないか。